佐藤建設ファーストダウン2ゴール残り7ヤード、インターセプト。ターンオーバー。先ほどの反則はリターンチームになりました。佐藤建設の反則です。ホースからタックル、相手の首元を捕まえ引きずり倒すタックルです。これは近年危険な行為として重大な反則として扱われます。インターセプトは成立しておりますので攻守交代、ターンオーバー。